エアレースもね、日本で開催されるようになって、多くの方が見るようになりました。現地には10万人ぐらいの観客が訪れますし、テレビもね、NHK とかで放送されるから全国で見てる方がいると。この10万人の観客の前で、冷静でいるためにどういう準備をしたらいいんだろうということは大きくすごく考えていました。10万人の観客がいてね、日本人一人ですから結構 95% ぐらいの方が応援してくれるわけですね。そういった中でもう勝てばいいですけどね、負けたことを考えるととっても怖いわけですね。ビビるわけです。こういう試合を目前にして冷静沈着でいるための準備ということはいろいろと考えていました。特にこうメディアもね、注目されて取材を受けることも多く、いろんなことをインタビューでも聞かれていきますけれども、やはりこう自分の中に巻き起こる感情、喜怒哀楽も含めてやはり出さない、淡々とこうインタビューに答える、ありきたりといいますかね、優等生的な答えを答えていくわけですけど、ここでね、やはりこうメディアの人はもうちょっとね、緊張した様子とかやる気満々とか、いろんなシーンを問いたいのでね、いろんなことを仕掛けてくるわけですけど、これに乗らず自分の準備の通りに淡々とこなしていくということを行っていました。ここで崩れていくプロ選手は多いと思います。